JR 貨物 18A 型コンテナは、日本貨物鉄道が1987年度に2500個製造した鉄道輸送用12フィート型の5トン積み有害コンテナである。東急車両製造性の4面すべてが平面仕様の 18A 型コンテナ 18A-2343。元、梅田貨物駅にて1987年11月撮影。 国鉄時代末期に、タバコ輸送用として、聖タカコンテナと称されたタイプの後継型である。1987年度に、JR 加護発の汎用輸送型として、富士重工業、東急車両製造、日本車両製造にて、合計2500個が製作された。基本構造は、側面凹凸がなくなり平面仕様となった以外は、C40 型と同一であり、 片側扉及び片妻壁側扉のいわゆる L 字に片開き方式を採用している。外のリスン法は高さ 2500mm、幅 2438mm、長さ 3658mm、時長1.4トン。内容積は18立方メートルで、形式の18はこれに由来する。A はその第一形式の意味である。 東急車両製造分で紙面ともにすべてが平面のタイプも登場した。外観は新製 JR を象徴するような新塗装パターンとされ、青22号、コンテナブルーをベースに、クリームの塗り分け、JR ロゴが入った斬新なものとなった。百八十八年にコンテナ定装置の改良により床面高さを下げて、容積を拡大を図った c 型製作が、 移行したため、本形式の製作は2500個と、汎用用途の主力型としては、比較的少数の生産数となった。1999年度以降、19D 型や19階型や 19G 型への置き換えにより、用途廃止、廃棄が進み、2010年1月に全廃された。ありがとうございます。